どうもボボビーアトザーボビーーーアトザです、えー、今日は火曜日ですね。なんか休日なんですけどね。今日天童誕生日ですね。うん、皆さんどうお過ごしでしょうか、えー。ボビー・アトレザーのアトリエからですね、えー、ライブでお届けしております。ね、ちょっと開始時間が延びましたけどね。ちょっと写真の整理とかしてたりして、ね <laughs> ねまあ。今日は火曜日ということでですね、えー、作品の話でね、えー、ショルダーバッグについてね。 えー、ボビー・アトレザーが手がけてきたあボビー・アトレザー、えー、っぽいようなあのテイストの、えー、レザーバッグねまあ基本的には、まあ、ショルダーバッグですねに、えー、フォーカスしてですね、えー、お届けしたいと思いますそれでですねえーねえー、これこれですねえー、まあ 初期っていうかあ僕のこれ私物なんですねこれできた完成したばっかりの状態なんですね、うん、でこれがですね、えー、もう十数年経つんですけど、まあ、今も現役でですね、えー、使ってます、えー、もうだいぶやれてますけどねまあたまに出てますけどねこのちょっと待ってくださいよあのこういった感じで ご覧いただきますねこんな感じで、まあ、あのパーツもちょっと所々ー、ね、ところどころね取れたりもしてますけどもねえー、まあこれはあのいろいろ使いながら改善していたりとかして,してですね、えーまあ、今も壊れず皮、まあ、はねだいぶ、あのー、摩耗してますけど、まあ、ディアスキン鹿革1枚分でですね、えー この作品をね、えー、作りました思い出深い、えー、作品です。でですね、えー、それを、ねえーまあ、きっかけにですね、あのー、ライブ、えー、ライブで <laughs> バッグをねご依頼いただく方があー何,何件かありましてねで今もですね、えー これね昨日もワニのお話してるでしょその感じでえねこ,うこんな感じでえ今これ制作途中でもう今日夜中ぐらいに一旦完成に近づくかなって形になるかなって感じですね大体まあ2週間から3週間ぐらいですねつきっきりですけどね大体いいそれぐらいでなんとかこういうねバッグとかやったらあの。 完成しますんでね、まあ、これもも全部図面とかもないんですよこ,れこういうバッグに関しては型紙もな,もなしで、えー、もう本当にね皮と対話しながらレザーと鹿革とかねレザーと対話しながらですね、えー、その断面とかそういうふうな皮の表情とかを見ながらですね、えー、ナイフとポンチとでですね、えー、使ってですね、えー、こうあの アドリブでっていうかアドリブってなんかあれですけどねなんかあの <laughs> きちっとしてないような感じかもしれませんじゃなしにねあのもうこう感覚っていうかうんまあボビーア・アトレザーっぽいかなと思いますね一番ね。あとえこれも <laughs> あの普段ですねえもうこ,れ十これも十数年経つんかなもう。 だいぶ出すけど、ね、もうここのバグね、うん、まあまあまあこれはもう皮の匂いが半端なく <laughs>、うん、まあいろんなものをもうこうパッパッとぶち込んだりしてね、うん、使ってますねでまあそういう流れでですねいろいろ作らせてもらいましたで紹介してみたいと思います、えー、こちらがですねえー、っとねカイマンを2枚かな、うん 使って、もうう張りに鹿カかな、うん、川ひもと、ところどころいろいろやってですね、えー、これリアルクあのリアルのレザーなんでね、あのすごい迫力ありましたね。えー、とベリーっていうかお腹側の一、えー、枚と背中側から切り開いた一枚とですね、構成しました。なんかあのこうフラップのところがですね、あの ギギザギザなってるでしょ。まあ、これも全部いろいろこうやったら一番かっこいいかなあいうことでですね、えー、このヒレをですね生かす形でデザインしてですね構成しました、ね、斜めがみたいなこんな感じでね、えー、もう希少なものばっかりですねこのピンク色にちらっと見えてるのがですね、えー、あれですよジャクルシーですよ、うん ジャクルシーと言ったらワニトカゲかな今は日本ではもうあの輸入禁止の <laughs> ねえー、残念ながらね、えー、手に入ってこないです全体的に見たらこんな感じですね、うん、これまで完成した時かな、うん、これはねあのすごく良かったですね、うん、あの作りが今ありましたしあの腕がなりましたね <laughs>、うん、今見てもやっぱかっこいいですね で、去年か一昨年くらいに、えー、もうこのバッグとまた再開したんですけども、やっぱりいい感じになってましたね。経年変化っていうのは、やっぱりリアルレザーっていうのは、経年変化があ何とも言えないですね。美しいです。で、バッグ関連のね、えー、と、ページはですね、えー、またあの、この概要欄に、えー、貼ってますんで、えー、YouTube の方は下側かな。で、えー、Facebook の方はあ上側に。 載せ、ねえー、てますんでね、えー、ぜひ飛んで、えー、ご覧いただければ幸いです、ねね、こんな感じでこれもジャクルシーをねこうがら、あのーまあ、貴重なんでね1枚ずつ1枚しかないのでそれを鳥をですね作ってこう陰霊をですね、えー、ピ,ンピンクのジャクルシーをですね、えー、使ってですねこういう感じで陰霊にさせてもらいましたねえー あこれもでですすねねショルダーバッグです、ねえー、こちらもですねすごく時間もいただきましたねこれはねヌメガワって言ってあのまあ,あのおよくいいみんなが知ってるヌメガワっていうやつですねこれ姫路のレザーなんですけどで、まあ、大体の方は、うん、あのレッドムーンとかああいうね財布とかあるじゃないですかのバイカーのね。 そんな感じでみんなあの知っているかなっていう感じですね。これも思い出深い、えー、作品となりましたね。うん。これも全部これのね、えー、やっぱりハンドステッチっていうのがすごい難しかったですね。<laughs> あのえー、っとすごい硬いんですよね。あの縫い側ってね。うん。でそれを穴を開けてですね、えー、ひたすらこう鹿川赤い鹿カを の皮紐を切ってですねえこうかかっていくんですけどねえなかなかギュッとこう <laughs> ねあの何ともこうなん皮と格闘しましたね <laughs> うんまあ思い出深い作品ですねはいねあのこの時あのこう渦巻き模様もねえいざしてもらいましたであ これはですね、えー、これもショルダーバッグですね。これも思い出深い作品ですね。えー、このピンク色の、ね、レザーはですねあのエルメスとかで使われてるドイツの、ねえー、レザーなんですけど発色がすごくいいんですよね。でそれを馬革とかもろもろねちょっとあのポップな感じでねこう女性がからの、ね、オーダーでしたんでね。うん、これもね、えー、こうちょっとふっくらした感じで。 あのこれまた開いたらまたかかあの変わるんですよねあの形が、まあ、ちょっとこの実はデザインも結構これ凝ってるんですね <laughs> え思い出深い、えー、バッグの一つですあこちらはですね、まあ、昨日もですね、えー、お見せしましたけども、えー、これも10年ぐらい経つんかな、あのー、ワニのねベルトベルトっちかね えこう背中のゴツゴツのところをですねうまいことこったこれも世界で一つのバッグですねでまあ近くで見たらこんな感じでこれもディアスキンでまあブラウンの鹿革をですね え使ってですね。あとまあインレイにですね、えー、エイのねスティングレイですね、顔ですね、えー、使ってます。こんな感じでね。うん、これもねやっぱ思い出深いし、やっぱりこうまた久しぶりにね、えー、これと再会したらいい感じに色もシカガのこの茶色い色もねちょっといい感じで抜けて抜けたりしてて、うん経年変化が最高でしたね。でワニの部分ももちろんいい感じのあの独特しいというか艶 <laughs> めいて。 うん、すごく良かったですね。これペラッとこのフラップをめくったらこ中がこんななってるんですね。あの <laughs> まあ一匹のです、ねええー、ワニーをこうぐるっと回してるんでねもう内側はこのちょっと仮面ライダー V3 みたいなの,あの <laughs> みたなになってますけどねで両サイドにフラップを、ねえー、クロコダイルのでっかいクロコダイルのですね、えー、パーツを使ってですね、えー、フラップポケットおですね、えー、こう。 ペラッとこうめくったときもこうあるし、ペラッとめくってこ,こっち側んかなにもあのものがパッとあの収納できるように工夫してます。うん、これがね、えーえー、インレイですね、うんえー。これはスティングレーズね。これ10年後ぐらいの感じかな。うん、ちょっと前のね。 昨日この写,写真をね、えー、使いました、ねえー、っとまあそれとやっぱりえこの <laughs> うんまあスペシャルなっていうかまあスペシャルなバッグですね、うん、やっぱ思い出深いバッグになります、えー、これもですねえショルダーがあねワニでえボディはですねえあれですよバッファローかな バッファローのレザーとディアスキンとでまあ,あのディアホーンねあのボタンにね、うん、あのディアホーンって言ったら、えー、鹿の角の、ねえー、をボタンにしたところなんですねはいねこんな感じでね,ね後ろから見たこんな感じで、ね、非常にワイルドな感じですね、まあ、そんな感じで,ですねまあ今もねこう作品を もうすぐ完成に近づいてるところなんでね、えー、まあ今夜あたりが山ですかね、うん、まあこれもやっぱりいいですねやっぱボビー・アトレザーらしさっていうのはこういうアイテムに宿ってるようなそんな気がしますね、うん、<laughs> どうもまあ得意っちゃ得意ですねやっぱこういうねあの何ていうんですかえー 一般的にねあのお店とかにはまあ多分出ないと思うし企画 <laughs>、うんまあ、外なんでね全てがね、うんまあ、そういうね、えー、バッグっていうかもう本当にね季節問わずで、ね、革ジャンとかってのはほら真夏暑いじゃないですかけどこれはね季節問わず使えるし一番こうまあ財布とかそんなんもそうですけどやっぱこう身につけるアートですよね。うん やっぱそういういな感じでもう鹿の皮でこれは作ってるんですけどやっぱりあの優しいですしえ触り心地っていうのはもう他のレザーとは比べものにならないかなと個人的には思ってますけどねうんあとまあ馬皮でも作ったりとかいろいろまあデザインはお任せみたいな感じでねあの要望だけいただいていう感じのーオーダーになりますけどねこういうのをね。 もうなんていうんですか感覚をに委ねてくれるというかそういうねことが一番、あのー、こちらもね、えー、すごく仕事させていただいて、えー、ありがたいですしね、うん、まあいろんなパターンができますんでね、うん、まああのー、ぜひねこういう世界で一個のお、えー、レザーバッグショルダーバッグ、ねえー、お探しの方はですね まあ気軽にいつでもご連絡頂けば幸いですね。あのもう本当に世界で一つのですねそれと一つでもあるしその持ち主の方のアイデンティティというかきっとねあのこれええやんって絶対言われるしと僕はそう信じてますしねどこで勝ったんとかね。うんあの僕 僕もあのそういう声はねよくいただいて、えーまあ、そういうのがね、えー、僕の支えにもなってますし励みにもなってます、えー、そんな感じでね、えー、今日はショルダーバッグについてですね、えー、軽くお話しさせていただきました、えー、素敵なあ休日をお過ごしくださいそれではまたボビーでしたじゃあねバイ